皆さんこんにちは。府中第四小学校ハーモニーブリジャズオーケストラ OB バンドでございます。本日はこのような素敵なステージで演奏する機会をいただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、府中第四小学校ハーモニーブリーズの OB ということで、中学2年生から社会人まで幅広い年齢層の30人で集まってまいりました。中には久しぶりに楽器を持つようなメンバーもおりまして、同窓会のような気分で楽しく練習をさせていただいておりました。最後まで小学生にも負けないようなパワフルな演奏をお届けできればと思っておりますので、最後までごゆっくりお楽しみください。ありがとうございます。最初にお送りいたしました曲は Get It On でございました。ありがとうございます。それでは早速続いての曲に参りましょう。続いてお送りいたしますのは It Don't Mean a Thing、 スイングしなきゃ意味ないねでございます。それではどうぞ。それでは冒頭2曲で元気のいい曲をお送りいたしましたので、続いては少し落ち着いた、曲をお送りしたいと思います。続いてお送りいたしますのは、カウントベーシーオーケストラの、アレンジャーコンポーザーであるニール・ヘフティのナンバーからキュートという曲をお送りいたします。それでは楽器の準備がありますので、ちょっとマイクを一旦今井先生の方に渡したいと思います。早くも小学生だった子どもたちがこんなに大きくなりました。でも私から見たらとっても可愛い子どもたちです。今から演奏する曲はキュート、可愛く演奏したいと思います。それではお聴きください。
か。ありがとうございます。キュートお送りいたしました。それでは早速続いての曲に参りたいと思います。続いてお送りいたしますのは、デューク・エリントン楽団の名曲 A 列車で行こうでございます。はい、準備ができたようですので、それでは参りましょう。が大活躍するウッディ・ハーマンの名曲フォーブラザーズでございます。この曲ですね、実は今井先生が、幼少に来た時に、取り組んだ曲、2曲目に演奏した It Don't Mean a Thing もそうなんですけどに初めて、小学校で演奏することになった曲でして、私が小学校6年生の時になるんですけれども、思い返してみるとかれこれあれ12年前だそうですよすごいですね、時の流れが経つのは早いものですね。はい、そんなことはさておいてですね、続いての曲に参りたいと思います。改めまして、本日はこのような素敵なステージで演奏する機会をくださいましてありがとうございました。最後までごゆっくりお楽しみください。それではフォーブラザーズです。どうぞ。